なのでですね、なので分かりづらくなってくるんですよ。だって正常値に見えるんですもん。でも脈が早いよね。だからこれ同時に起こるんですけども、一つでもあったらまず疑ってください。脈が早い、早い。あ、これリリースしてんじゃないか。血圧高い。これリリースしてんじゃないか。一つでもあればその視点で見ていくってことですね。はい。ね。量が増えるんですけども、というかね、拍動が速くなると量は増えていくんですけども、血圧が出しづらくなるということは、またこの抵抗も上げなきゃいけないんですよ。さらに上げようとするわけですよ。血圧も上げようとする。同時に起こるから。さらに血管をギュギューって絞っていきます。はい。カテゴラミンリリースの特徴は、脈拍の上昇があります。で、これ先ほど言いました、ここですね。これ、こんなことが起きませんかということです。これは、血圧よりも脈拍数が上がるということです。はい。これを見つけたら、リリースを疑ってください。血圧の140よりも脈拍数の方が増えてしまってるな、こういう経験もあります。これカテゴラミンリリースの特徴です。はい、上がってるぞっていうことなんです。はい、衝撃を受けました。最後は感動で終わる講義をありがとうございますと称賛されたセミナーで、看護ケア向上に役立ちます。こちらのセミナーが書籍になりました。 Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらの QR コードから読み取り、何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口聡氏ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。最後すごいからありがとうございます。なんか変の根拠を持って観察したいです。はい、ありがとうございます。はい、なんとなくおかしいって感覚からバイタルサインがつながって視点が変わりましたということで、はい、バイタルサイン何回も生きてる合図なんですよ。看護ケア向上のためのバイタルサイン、これもう言ってしまうとこれなんです。病状増悪の兆候を見ましょう。この兆候を見抜けなければいけないんです。それが出るのがバイタルサインなんです。だからこれをヤバイタルサイン、これね本当に使われてる言葉ですからね。病状増悪の兆候を見つけなきゃいけないんですよ、バイタルサインで。もうちょっとしたらショックになりますよ、今その前段階ですっていうのはですね、バイタルサインに出るってことなんです。ここを見抜く、これがですね、看護ケア向上のためのバイタルサイン。上司に報告に行ったわけですよ。急変があって、谷口急変はないっていうこと、そういう言葉で片付けるの。お前がこの急変の兆候を見つけられなかっただけだ。それがね、今でも心に突き刺さってるんです。だからです、このセミナーにつながってるんです。心理っていうのはですね、シンプルにできてるんですよ。呼吸と循環しかしてません。ね、収縮と拡張しかしてません。だから、この心理に近づいて、これが学べば学ぶほどシンプルになるということなんですね。こうやって、今まではですね、みんな、難しい方に行ったんですけども、縦の人とは違います。シンプルに、シンプルに。なので、こういうことをやってる人いらっしゃらないと思います。これをですね、新世界と表現しました。新年新世界セミナー谷口聡氏です。バイタルサインっていうのは、血圧、脈拍、呼吸、体温なんだと。はい、血圧っていうのは、エネルギーである。それはですね、量と抵抗でできてるんだよ。この二つだけなんだよっていうことなんです。直の定義はですね、この二つのどちらかの破綻なんですよ。つまり、これどういうことかっていうとですね、もうカテゴラミンリリースがされてる時はですね、アクセル全開なんですよ。ね、アクセル全開でやっと今の血圧だったり脈拍で維持してるわけですね。循環を維持してるところなので、一つでも狂うとですね、ショックに行きます。バランスでこう保たれてたのが、もうアクセル全開になって、全開になってっていうのがカテゴラミンリリースなんです。この状態が、このプレショックってなり、そしてこれをヤバイタルと呼んでいます。脈拍、血圧、体温、そして霊感を伴うように言ったら、もうショック寸前です。はい、地球というね、この循環の中に我々は生きていると。これで言うと、呼吸は1分間に18回です。じゃあ、それを倍にするとどうなりますかっていうとですね、はい、36になりますね。36は体温なんですよ。我々はずっとつながりの中で生きているということなんですね。こうやって覚えるとすごく楽じゃないですか。18でもずっと倍ですよ。これが正常値ということになっていきます。お弁当を作りながら見ています。ワクワクしすぎてます。ありがとうございます。はい、そういうのができるのもですね、このオンラインの良さですね。